皆様お久しぶりです。冬に入り体調崩しやすい時期になりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。最近なかなか動画が滞ってしまい申し訳ございません。しかしそんな中、今週6月12日日曜日にピアノを演奏いたします。ピアノおさらい会、こちらは私の母が経営するピアノ教室の発表会になるんですけど、私はその発表会の中の第3部の小さな音楽会という講師演奏の中で演奏をさせていただきます。私以外にもバイオリニストの先生とかソプラノ歌手の先生とかの演奏があり、盛りだくさんの内容となっております。前回ショート動画で上げさせていただいたフランツ・リスト作曲のバラードの2番を演奏いたします。その様子を動画で上げれたら上げたいなというふうには思っているんですけど、もし開けれなかった時のためにも、静岡県伊東市東会館3階ホールに13時15分から開演となっておりますので、ぜひお近くの方、ご都合のよろしい方はいらしてください。心よりお待ちしております。私の母が経営するドルチェ音楽会というピアノ教室でも生徒さんの募集を行っております。私の母は音大を卒業して延べ500人以上を教えてきて、小さいお子様の方からご趣味の方とか、あと音大受験生なども、もう幅広く対応をしておりますので、ご興味がある方、このチャンネルからでもお気軽にお問い合わせください。現在体験レッスンの空き枠がございますので、お早めにお待ちしております。また私の方でもピアノ生徒さんを現在受付中ですので、気になる方は、お気軽にお問い合わせください。それでは、皆様にお会いできるのを楽しみにしてます。この動画がいいなと思った方は、高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。